はい、こんにちは、中村です。いつもありがとうございます。このチャンネルではですね、インベンター 3D CAD の使い方と、それから機械設計のね、お話をさせていただいております。で、今日はですね、3D CAD の方ではなくて、機械設計の方のね、お話をさせていただきたいと思います。今日はスキルアップするにはということでね、お話しさせていただきたいと思います。 機械設計技術者っていうのはね、体制するのに非常に時間のかかる仕事なんですけどもね、えー、それだけにすごくやりがいがある仕事だと思います。で、今日はスキルアップといっても、どのあたりのお話かというと、前にね、動画アップさせていただいてるんですけども、こちらですね。はい、機械設計技術者の仕事の種類とレベルということで、お話以前にさせていただいております。 今日の話は2番の製図ができる人ですね。図面を描くバラし作業の人が3番とか4番に移行するためにどんなスキルが必要か、どういう勉強したらいいのかというお話をさせていただきたいと思います。この機械設計技術者の仕事の種類とレベルの話はね、別の動画で詳しく解説してますので、そちらをご覧になってください。右上にね、カードが出てきますので、そちらから覗いてみてください。 で、3番4番のね、詳細設計ができる人、基本設計ができる人になるにはというお話なんですけどもね、これね、私は2つ必要だと思ってて、スキルアップには知識と現場経験が必須というふうに私は思ってます。えー、長年ね、機械設計とものづくりの仕事をしてきて、つくづく思うのは、やっぱりね、知識。これも第一に絶対言いますね。もう知識です。 知識がない人が設計をやると、やっぱり失敗が多くてですね、えー、設計段階で見抜けないということになりますので、まずは知識ですね。これはもう勉強するしかないですね。で、それプラス現場の経験ですね。これはどういうことかっていうと、現場で自分の設計したものを組み立てた経験があるかどうか。これがね、すごく重要なんですね。先ほど知識知識って言いましたけども、知識だけではね、やっ やっぱり設計をしてて寸法交差を決めかねたりですね、構造を決めかねたりする部分があるんですね。それは何でかって言うと、構造を触ったことがないからですね。例えば自分でベアリングとベアリングのハウジングをはめ合いの感触ね、を経験したことがあるかとか、もう単純な話、ボルトを締めたことがあるかね。そういうところなんですね。まあ、H7 のはめ合い、H8 のはめ合い、H9 のはめ合いが 自分の手の感触でどれぐらい緩いかどれぐらいきついかっていうのを感触で持ってるかっていうのはこれは非常に重要な経験なんですね。そうしないと研ぎ澄まされた設計はできないですね。その現場の経験があって初めて研ぎ澄まされたうん何て言うか焦点のあったねピントのあった設計ができるわけなんでそのあたりの経験は不可欠だと思います。で私はね最初機械設計エンジニアリング会社に就職して。 そこで10年以上経験を積んだんですけども、なんというかね、10年ぐらい経験したとこあたりからね、自分の限界を感じたというか、現場での感触がないので、設計で反映できないなという思いで、これ以上スキルアップするにはメーカーに転職するしかないと思ってメーカーに転職しました。で、結果ですね、かなり苦労したんですけども、えー、現場の人とよく話し合ってね、加工業者さんともよく話し合って、で、自分でも組み立てて、 すごく良い経験になりましたね。多分これがなかったらね、今のレベルでいろんな機械を設計できてないと思います。うん、現場の人は現場のものの見方がありますしね、設計者と違う視点でものを見てますね。そして加工屋さんも設計者とは違う視点で図面を見てますので、加工屋さんがね、これどうやってつかむんだとかね、この加工すると高くつきますよと本当にこの面荒さがいるのかとか、そういうところもコストに関わってきたりね、段取り買いの費用がかっ かかってきたりするんですね。ですから、いい設計をしようと思うと、加工屋さんと話しすること、自分で現場で組み立てること、現場で組み立てる人の意見もちゃんと組み入れて設計するということが非常に重要なんですね。そうしないと、やっぱりいい機械は設計できませんしえ、低い工数でね、いかにコストをかけずに低い工数で物を作り上げるかというのが非常に重要なので、そのあたりをね、 どんどん経験することが重要だと思います。はい。それでまず機械要素。これをね、深く理解しないといけないんですね。これ機械要素って何かというと、例えばネジ、歯車とかキー、ベルト、プーリー、ベアリングとか、そういった機械の最小単位を機械要素と言うんですけども、これのそれぞれのね、機能とか性能、これをよく理解しておくことですね。これは例えるならですね、あのー、料理人の人がね、 えー、野菜とかお肉とかの素材のことをよく知ってる。だからいい料理、美味しい料理が作れるっていうのと同じだと思うんですね。それでここで挙げてるネジとか歯車キーなんかの機械要素の能力とかね、そのあたりをパッと話しできますかということですね。例えばネジなんですけど、ネジってどういう理屈で締め付けられますかと聞かれた時に答えれるかどうか、歯車のモジュールって何ですかって言われた時に答えれるかどうかっていうことですね。 例えば、ネジはどういう効果で締め付けられるかっていうのを答えられないとまだ勉強が足りてないっていうことですね。これ、ネジはね、くさび効果というもので締め付けるんですね、えー。ネジを工具で締めると、ネジの軸方向にね、水力が発生して締め付けるわけですけども、これはくさびが円筒に巻きついた状態がネジですね。くさびっていうのはね、横から力を与えると上に重たいものが持ち上がるという効果なんですけども、 それを利用してるっていうことですね。はい。まあ図で表すとこういうことになりますね。横から力で押すと、くさびが荷物を大きな力で持ち上がるということですね。横から押した力より大きな力が上に上がると。これを利用してるんですね。ですから、どれぐらいのトルクで締め付けると、どれぐらいの締め付け力が出るかっていうのももちろん計算できますし、そういうことを知ってるかどうかということですね。えー、歯車なんかもそうですね。 モジュールは何かと言われた時に答えれるかどうかですね。減速とは何かと言われた時にちゃんと答えれるかどうかですね。えー、ここにちょっと軽く減速器のね、モデルを作ってみたんですけども、えー、モーター側が小さいピニオンですね。えー、右側が、えー、減速されたギアということになるんですけども、これ1回転モーターをすると、減速された方のギアは半回転ですね。 モーターが2回転して初めて減速された側のギアが1回転します。いうことですね。これは機械力学の話になるんですけども減速するっていうのはどういうことかということですね。その目的を説明できないとダメだということですね。これ減速っていうのはねトルクアップするっていうことなんですね。これ今1対2の歯車ですけども。 モーターのトルクが例えば10だとしたら、この右側のギアのトルクは20になるんですね。これが減速ということですね。減速機とかよく言うと思うんですけど、これはトルクアップする装置だということですね。これは私がね、新入社員の時に減速っていう言葉を聞いて、あ、速度を下げるんだなと思ってたんですね。まあ間違いじゃないんですけども、減速する目的のほとんどはトルクアップだということです。速度が半分になる代わりにトルクは2倍ですよということですね。 はい。ネジと歯車の基礎について少しだけお話しさせていただきました。えこのあたりのね、機械要素の勉強は、メーカーのホームページにある技術資料をダウンロードしてみるのが一番いいと思います。歯車は教育歯車とか小原歯車ですね。ベアリングなんかは NTN とか NSK のホームページを見てみてください。概要欄にね、リンクを貼っておきますので、よろしければ参考にしてください。そしてですね、現場での経験は不可欠と、 いうお話なんですけども、これはね、先ほどの機械要素をいくら勉強してもね、現場の経験がないと、知識の隙間が補えないというかね、まあいくら勉強しても知識に人それぞれ偏りとか隙間はあるんですけども、それでもやっぱり自分でネジを締めた経験がある人とそうでない人は全然違いますね。やはり現場でね、ボルトを締めたことがある人、ベアリングのはめ合いをしたことがある人、この違いは大きいですね。 肌感覚で持ってるのと持ってないのではね、全然違いますね。肌感覚を持ってないとやっぱり弱いんですね。自分の設計に自信が持てなかったり、確信が持てなかったりするのは、現場の経験がない部分があります。ですので、ぜひね、現場の経験を積んでいただきたいなと思います。で例えばね、あの手で組み立てれないような大型の機械を設計されている方もおられると思うんですけど、そういう場合はね、現場の人とよく話をすることだと思いますね。 どうしてもね、設計と現場ってちょっと対立しがちなところがあってですね、お互いの言い分があるんですけども、まあ、現場の方は現場の方で設計の大変さがわからない。設計の人間は現場の大変さがわからないという側面があってね、その、まあ、橋渡しができる人間がやっぱり優秀だと言えると思うんですけども、よく現場に足を運んで現場の人の話を聞くということですね。 やはり現場には現場のものの見方があってね、それこそもう工具が入らないだけでやっぱりイライラしますし、なんでこんな設計してるんだと何回も言ってあるじゃないかということにもなってね、設計にやっぱり現場の人がスッと組み立てれる設計をするっていうのはやっぱり非常に大事だと思いますね。で、そのあたりの経験があって、先ほどの機械要素の知識と現場の経験が助け合って、設計のスキルがどんどん上がっていくということですね。 ですから自分でも勉強して現場の経験も積むということが近道だと思いますね。そして次はなぜを追求するということなんですけども、あすいません、追求がひらがなになってますけど、えー、ごめんなさい、えー。なぜをやっぱりね、追求してくださいで。参考図なんかを見てね、例えば30度の面取りがしてあると。 それを30度の面取りがしてやるなーでスルーするんじゃなくて、じゃあなぜ30度なのかっていうことを考えるってことですね。先人の人がね、書いた図面をそのまま参考図通りに書いてるだけじゃ、いつまでもその意味がわからないので、30度の面取りしてやって、例えばそこが面、荒さが3発だとすると、これなんか絶対意味がありますよね。シールを挿入するときに傷つけないようにしてるのか、 何かわかりませんけども、そういうことをね、先輩社員に聞いてみるとか、現場の社員の人に聞いてみるとか、まあ、あの、いい答えが返ってくるかはわかりませんけども、図面を見て、なんでこんな風にしてるんだろうということを自分で研究するという心構えが必要だと思いますね。これもやっぱりレベルアップには必要な考え方、心持ちだと思います。はい。そして最後に、スキルアップにはゴールはないと。やっぱりこれですよね。 この仕事について良かったなと思うのはね、追求しても追求してもゴールはないんですよね。ここまで行ったら終わり、技術を達成しましたというのはないので、いつまで経っても自分は何も知らないなっていうのはつくづく感じます。もう30年近くね、この業界にいますけども、えー、なかなかやっぱり奥が深いですねで。特に私が携わってきた機械っていうのは産業機械なんですね。10メーター以上もあるね、大型の機械だったり、えー、搬送装置だったり、それから、 測定器だったりね、いろんなものに携わってきました。いろんな機械は経験してますけどもそれでもね違う業界のことはもうほぼわからないですね例えば民製品のね白物家電とか、まあ、一般消費者の方が使う例えば自動車ですね、えー、こういうものの設計はしたことがないのでまた全然違うノウハウがあると思うんですねでやっぱりそこの仕事を経験しようと思ってもできないんですけどもじゃあどうするかっていうと、ね やっぱり今 YouTube があるので動画でいっぱい上がってるんですよね。それを見てよく勉強することですね。最近私がよく見てるのは車のミッションとかねエンジンの構造を解説しているものとかをよく見て勉強してます。そうするとねやっぱりそこからヒントがもらえるんですね。例えばミッションの切り替えの構造とかねクラッチの構造とか非常によくできてるなと思って感心するんですけども そういうものを見て知ってるだけでね自分の機械の一部に参考に使えたりするんですよねまあ、何かこうヒントのきっかけというか機械設計で行き詰まった時の解決の糸口とかねうん材料の一つになるのでやっぱり違う業界のものを見るっていうのは非常に大事だと思いますねまあ、そこが機械設計の面白さでもあり難しさでもあるのかなというふうに思います はい。今日は機械設計技術者のスキルアップをするにはどうするかというお話をさせていただきました。えー、私のね、価値観とかが合ってるかちょっとよくわからないですけどもね、えー、長年経験してきた私の感じてることをお話しさせていただきました、えー。皆さんのね、参考になれば幸いです。それでは今日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 それではまた次の動画でお会いしましょう。